ナミさんこんにちは。そして舞姫サロンの皆様、舞姫サロンかな、まあ舞姫チャンネルをご覧の皆様、速稼塾の小僧でございます。今回ですね、私の YouTube チャンネル登録1万人突破をね、お祝いしてくださるメッセージをいただきましてありがとうございました。そしてですね、新潟で、まあ速稼塾という名前で、ちょっと意識してらっしゃるところと、新潟の舞姫サロン、これね、大ブレイクしてるところ非常に嬉しく思っております。そしてまた頼もしく思ってますね。で、ナミさんは私がネットビジネスに足を踏み出た最初の第一歩の時からずっと一緒にねいてくださって、本当に懐かしいなという思いと、それからね重ねて頼もしいなと思いがするわけなんですけども、今回もね、新しいチャンネル登録じゃないチャンネルを開設したと同時に、企業さんからお問い合わせをいただいたということで、ブライダルフェアの動画もすごい素敵ですよね。音楽もエレガントですね。まあ、こういった活動を私も通じながら1万人というものに達したわけなんですけども、本当にね、当たり前ですけども、最初の10人、最初の100人、最初の1000人、こういうふうな数字を突破するたびに新しい世界が見えてきたりね、振り返って反省もあったりとかして、今日ここに至ったわけなんですけども、ただね、続けてきてよかったなっていうのは、この1万人を祝ってくださる方が非常にたくさんいらっしゃったということですよね。皆様に返信のメールとか、それからメッセンジャーを送ったり、それから今回みたいなね、これで動画にさせていただいたりとか、いろいろしたんですけども、お祝い返しではないんですけども、今回ですね、舞姫さんのそのチャンネル、新しいチャンネルも私の動画概要欄につけておきますので、ちょっとね、ちょっとクリックして、素敵なところを見ていただきたいなと思います。そして新潟といえば、最近大きな地震があったそうなんですけども、それからいかがでしょうか。例のね、世界中で流行ってるあれも結構厄介だと思うんですけども、今日本中がね耐え忍んでるところだと思います。その中でもインターネットってものは新しい売り上げを日々作り出してくれる本当最高のツールだと思うんですよね。これを機会にテレワークではないんですけども、インターネットを通じた販路拡大とかね、広告戦略とかを活用してくださる方が増えるんではないかなと思います。私たちはトラブルによって鍛えられる部分もありますのでね、あんまりトラブルが大きいと鍛えられる前に潰れちゃいますけどね。まあ今回も舞姫さん、そしてこの速稼塾、しっかりとね連携してこの日本という国をね盛り上げていこうかというところで、強調したところでございますね。そうですよね。それでは本日もありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。